こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回はデルタフォースの脱出モードタクティカルターモイルをやっていくわよ。あ、前回やるって言ってたハザードゾーン2モードか。この手の脱出モードをハザードゾーン2って言ってるの多分私たちだけなんで、今回はタルコフ風って呼ばせてもらうけど、マジで出来がいいですこのモード。そんなに？大規模戦モードのハボックウォーフェアじゃなくてこっちが本編って思えるほどには。いや、さすがにそれは過言じゃない。あっちも相当出来良かったぜ。あ、ここ登れないのか。まずハボックウォーフェアとマップが別に用意されてんのよね。すげえな。ハザードゾーンは大規模戦マップ使い回してたのに、この時点で力の入れようがわかるでしょ。ああ、加えてタルコフにあるシステム大体揃ってるわ。え、フリマとかも？フリマはもちろんアップグレード可能なハイドアウトも用意されてるわよ。すげえな、ガチすぎんだろ。しかも単なるパクリじゃなくて遊びやすくブラッシュアップされてるという。ということで今回はいろんなマップを巡りながらこのモードの面白さをみんなに紹介していこうかな。と、その前に私ちょっとタスクあるんで目標地点まで脱出するわね。タスクもあんのか。このタスクが結構厄介で、激戦区にあるアイテムを開始5分で回収しないといけないのよね。大変そうだな。しかも回収するだけで終わりじゃないという。あ、作業用リフト上がってるってことはもう敵いるわね。作業用リフト？ボタン押すと昇降するギミックよ。すっご。これもう銃声立てまくってるんで絶対バレてるわ。あ、窓から撃たれた。ちょっとここ袋工事なんで攻められるとまずいわね。とりあえずタスク品回収して。なんか中国語出てるぜ。これはよくあるバグね。まだアルファ版なんで。そういえばそうだったな。あ、マリサさんまずいです。めっちゃこっちに足音向かってきてる。敵さん殺す気満々ね。どうするんだここから。そんなんもちろんハイドに決まってんでしょうが、珍しく及び腰だな。言ってなかったけど今回無料装備できたから正面からの打ち合いじゃ絶対勝てないわ。無料装備？デイリーやイベントやるともらえるチケットと引き換えできる装備ね。へぇ、初心者救済になりそうないい仕様だな。家具みたいなもんよね。あ、味方一人行ったわ。このまま隠れてても不利になるだけじゃないか。いや、私はもう一人の味方を信じている。ベイトする気か。そういうこと。そして隠しも取られると、敵の武器は M4 に QBZ。とね、強いのか。 AKS よりは圧倒的にね。なので敵が隙を見せるまであとはひたすら待機よ。よし、今だ。本当に今か。さあ、マジで不意打ち成功するんかい。勝ちも取っちゃうよん。よし、これで 2v2。 一気にイーブンまで持っていけたな。余裕ありそうだし一旦索敵しますか。なんこれ、リコンボルト。リコンボルトよ。リコンボルトこれで撃たないってことはコンテナ上には乗ってないわね。おそらく下と見た。いいのかよ、バロラントのスキル直接持ってきて。ライオットもテンセント参加だからセーフですねこれは。あ、そういえばそうか。よし、ナイスピン刺し。しかも1キルしてんじゃん。味方なかなかやるな。これで 2v1。 一気に勝負を決めたいところだけど、いや、敵の正確な所在がわからない上カバーも見込めないからここは蘇生優先で。冷静だな。いつもやってるモードと違って命が1個しかないんでね。というか隠し取られても起こせるんだ。1回きりだけどね。タルコフ風にしてはだいぶ優しい仕様だな。敵は蘇生終わったかな。走り回る音聞こえたな。金属音、コンテナ上にいるっぽいわね。この右角臭いな。いや、そっちか。隠れるんならショックボルト撃っちゃうよん。完全相場じゃねえか。完全相場だわ。そして無事ノックダウンと。脱出モードでこのスキルは反則級に強いな。遮蔽潰せるのがマジででかいわ。あっとねー。蘇生されたての敵だったか。はい、一人で3キルと。半分くらいは味方の削りのおかげだろ。私が回復してる間に高級 M4 と高級 QBZ 味方に全部持ってかれたわ。悲しすぎんだろ。敵の赤 M4 ぶら下げてんね。まあ別に私はたんまり貯蓄あるんでいいんだけど。さて、そろそろやりますか、ウォールブレイカー。ウォールブレイカー？いや、ジェイロッセペリのスタンドじゃなくて、ウォールブレイカーね。私以外の2人はすでに激馬だろうから一応変えるか、ウォールブレイカーやるか聞いとくわ。返事がなかったので一人でやりに来ました。悲しいなー。あ、DMZ のミッションみたいなもんか。まあ私こと知らないんでよくわかんないんですけど。で、何が始まるんだこれは。第3次世界大戦で。いや、聞き方が悪かった。まあ待ちなさい、まずはパスコードを解析してですね。解析ってすげえな。下の表とパスワードを対応させてるだけだけどね。よし、完了。なんかアーマードコアの胴体パーツみたいなの出てきたぞ。私が今操作しようとしてるアンチエアクラフトね。これをどうするんだっけ。起動保有中になってるところを切り替えればいいんじゃね。あ、これか。できた。頭上でなんか動き始めたぞ。AA が起動したわね。これで何を撃ち落とすんだ。撃ち落とすんじゃなくて壁をぶち破るのに使うのよ。次元の壁を。いや、それボールブレイカーね。よし、行くわよ。おお、砲塔が回転してるんだぜ。はっしゃー。からのズドーン。すげー。なんだこのかっけー演出は。これが無料ゲーって信じられる？これが無料で2042が12000円なの。この世のバグだろ。もう一発。ズドーン、いったー。いけー。ひゃはー。そしてここからが本番。さっきの砲撃によって侵入可能になったダム内部へ突入するわ。ダム内部に何があるんだ一体。それは見てのお楽しみということで。ということでやってきました、ダム内部のオフィス。うわ、盾もチール。これは敵 AI だよな。そうね、こいつ手と足しかダメージ通らなくて厄介なのよ。痛すぎ。強くね。私のヘルメットが加水性で苦戦したけど本来はもっと楽に倒せるわ。そうなんだ。うわ、なんかミニガンの音聞こえるぜ。この音はジャガーの音が壁越しに私たちを撃ってきてる音ね。あ、ポンコツなんだな AI 自体は。まあ一部を除いてはかなりポンコツね。
そしたら耐久少ない私のアーマーと味方の空っぽアーマーを交換。何のために？これから地下へ突入するんだけど、突入後今いるオフィスから大量の敵が地下へ押し寄せてくるのよね。なるほど、背中を守ってもらうためか。そういうこと。なんかでっけえ金庫あんぞ。ダム内部に隠されていたのはこれだったんですね。そしたらここにドリルを設置。うおお、金庫破りか。というかめっちゃペイデイ味を感じるな。このド派手さは完全にペイデイですわ。ただペイデイのポンコツドリルと違って故障しないので、金庫があくまで私も上へ行って守るわと思ったけど、まだ湧いてないっぽいので戻ります。よし、そろそろ開くわよ。カバーしてくれってコマンドはないのね。まあいいや。ジャガーノートのお出ましだぜ。こいつはまあ頭を打てばかなり余裕で倒せるわ。ダメージも大したことないしね。ほんとだ。よし、味方がやってくれた。さあ金庫内部へレッツゴー。すっごー、貸し金庫が大量に並んでるぜ。これを片っ端から開けていくわ。いや、もうまんまペイデイじゃねえか。ペイデイなんすよこれ。 BF やらペイデイやら新作が死んだゲームからコピーしまくりやがって。弱ってるところからパクれば怒られる可能性が減るからね。ほんとにそうだったら嫌だな。残り制限時間は2分。急いで全部開けるわよ。この白いバーを指定の位置で止めればいいのか。そうそう、ちょっと単調なのでカットで。あ、防衛してる味方が死にかけてるので一旦スイッチするわ。追加でジャガーの音湧いてくるのか。まあ余裕なんですけどね。よし、開けられる金庫はこれでラストかな。全部の金庫開けるわけじゃないんだ。中身のあるやつだけね。やばい、二人で金庫の解錠権争ってる。何やってんだ。よし、カウント終わる前に触れた。クリアしたことになったが開けれるのかこれでも。みたいですね。さあオープン。中身はゴミ。他の空いてる金庫から取らなくていいのか。めぼしいのは味方に全部抜かれた後なんで取らなくて大丈夫。悲しいなぁ。ということで何事もなく脱出。次は別のマップで遊んでいくわよ。うお、いきなりなんだこの演出。ランダムイベントの飛行機墜落ですね。ランダムイベントでリプレイ性上げてんのかよ。もうガチで派遣狙いに行ってるとしか思えないわよね。マジですげえなこのゲーム。さあレッツゴー。今回は装備がキメに固めてきたわ。視界の黒い縁はまさか。そう、みんな大好きタチャンカヘルメットよ。ヘッドショット対策は完璧ってわけ。おというわけでやってきました、スパークリングエンプレスホテル。名前かっこよ。まずはテラスのロケラン兵を排除。そしたら中へ突入。あ、今の聞こえた？怒ってる男の声したな。2階のボスの声ね。ボスもいんのか。めっちゃタルコフじゃん。めっちゃタルコフです。さあ階段上がって2階まで来たんだけど、ボスが見当たらないわね。というか内装めっちゃ凝ってるなこのゲーム。すごいでしょ。いた。いてぇ、そかよく高いじゃん。あいつはボスの取り巻きね。あ、もうすがすがしいほどタルコフ。味方待つのも兼ねて一旦アーマー巻きますか。レイド中でも修理できんのか。修理キットがあればね。そこはちょっと DMZ っぽいな。やってきやがった。あっぶな。もういいやこいつからアーマーもらおっと。お、足だけで殺したからアーマー無傷じゃん。このゲームでもレップメタあるのか。タルコフより動き早いから手足狙うのはあんま得策じゃないわね。あ、そうか。一応リップ弾あるからできないことはないけど。あ、リップ弾もあるんだ。ボスいた。プレイヤーとか言ってない。ボスと勘違いしてんでしょ。硬すぎる。うんよ。以上がボスのレース弾でした。弾が弱かったせいでちょっと苦戦したわね。あ、装備品こんなかすいんだ。まあいいや、普通にホテル内漁りますか。どうだった？だいぶしょっぱい。誰こいつ？敵か？敵でしょ。どっから入ってきやがった？味方の報告正しかったのか。いてて。あっぶねー。残りヘルス2じゃん。完全にアーマー差のおかげで勝てたわね。このゲームのアーマーもタルコフと同じ感じか？まあ大体そう。基本は余剰体力として機能して相手の弾が貫通力で上回ってる場合はヘルスに直接ダメージ入る感じね。なるほどな。味方がもう一人殺してる。3対1だしここはゆっくりヘルメットを直してですね。折れたあばらも修復。タルコフ同様負傷もあるんだな。もちろん、万全になったんでいきます。治療中も全然足落としなかったがどういう状況だこれ。わかんない。もういいや、あさっちゃお。おい、あーかすぶきね。の割にはかなり削られたな。弾だけいいの使ってるわ、彼。わかってるやつか。とりあえずアタッチメントだけ最後に移植しておきますか。もうなんかホテル内にいなそうなんで普通に漁るわ。いや大丈夫かよ、背中撃たれそう。敵いたっぽい。銃の先端壁から突き出してんぞ。位置がわかりやすくて助かる。あれ？ノックダウンだ。本来ならチーム全員倒せば即箱になる感じ？そう、そこはエイペックスと同じなんだけど、これまだ敵いますね。でも全然足音聞こえないし、多分ばらけちゃってるのかな？そうか、全員のラだと各々が違う方向へ行き出すケースもあるのか。ノラマッチだとしょっちゅうね、そんなことは。やはりホテル内に反応なし。あ、まずいわ、誰かこっち向かってる。うん、今なんてメッセージ出た。マンデルブリックが敵に拾われたって。マンデルブリック？マップに発生するランダムイベントの一つね。拾ってドッキングステーションに持っていくとスキンガチャの引き換え券がゲットできるわ。すげえな。困ったことにドッキングステーションはこのホテルにあんのよね。2パ残ってるかもしれない状況でさらに敵くんのか。ダメだ、さらにまずいことになったわ。どうした？ほらあれ見える？なんか味方遠くに行ってね。味方が一人で敵の方へと突っていっちゃった。こんなん絶対中で守った方がいいでしょ。間違いない。しかもあいつ敵とすれ違ってるし、どこ行く気だよ一体。しゃあない、もうカバーは諦めて入り口で待ち構えますか。怖くねこの位置。一応左右どちらでもすぐ引ける位置ではある。まだかな。
あ、チーターですねこれ。判断が早い。ビッタビタにプリエイムあった状態で出てきやがって。ちゃんかヘルメットなかったら即死だったね。危ねえなおい。100% 勝てないんで味方見捨てて逃げます。というかアルファなのにもうチーターいんのかよ。これがもうすでにかなりの数いるのよね。ということで脱出地点到着。どっか行った味方はチーターいるって言った瞬間即脱出地点へ駆けていきました。危機管理能力丸と。お、なんすかワニちゃん。ワニまでいるのかよ。ちょうどタスクでワニキルがあったから助かるわ。完了と。それではさいなら。続いては入場に35万以上の装備が必要なスペースシティにやってきたわよ。そんなエンドコンテンツっぽいマップまであんの？あるんですな。これがもうこのままリリースしろよ。品質管理にこだわりすぎてて逆に怖いぜ。少しはダイスの適当さを見習ってほしいものよね。いやそれはちょっと何言ってるかわからんが、降下地点は何もなかったので外縁部を西に進んでマップの中心近くまでやってきたわ。ちなみにこのマップ初見なんでマジで何もわかりません。初見に付き合わされる味方も難儀だな。は？なんかマンデルブリックに味方がピン刺してるんだけど。あ、マンデルブリックやりに行きます？ no, I don't think so. やるならやりましょうよ。 No. We will die. やらないらしいわ。なんで初見のくせに強気なんだよ。マンデルブリックやる代わり中央指令センターに来たわ。あ、中敵いますね。どうするんだ。もちろんやりに行くでしょ。 on top they saw us. マジか。なんでジャンプしたし。スペースキー不調なのよね。よかったわ、もう敵に気づかれてて。全般スレスレだったな。運動しよっかな。ずっと入り口でもたもたしてんな。うわ、折り返し階段か。登るとき集中砲火ありそう。めっちゃ帰りたくなってきた。海外2機も同じ考えか。やっぱちょっと分悪そうだもんね。Yeah. ということで撤退してきたわ。あ、てめえこの野郎見逃してやったのに。いやらしいな、あんな強ポジから。とりあえず引かせたい。あー、いい弾使ってるわねー。ダチャンカヘルメット越しにダメージもらったな。このままやり合っても不毛なんでどっか行きたいけど。あ、あいつ落ちたぞ。アホだ、あの高さは絶対助からないでしょ。ねえ見た？あいつ多分死んでるよね。Yeah, I think he should be dead or something. 行く？ You wanna try? 行こうぜ。一点攻勢来たー。Come together.さっきからピークがないんで多分中で起こしてるかな。ナイスランチャー、レッツゴー。爆発物で足止めして突るの賢いな。殺せー。まずいアーマー壊れた。植え込みで一旦リロード。味方も結構被弾してるな。回復までしちゃおうかな。お、ナイスキル。あの、霊夢さん。漁師さん、キル目もないし。俺なんもしてねえじゃねえか。これがチームプレイってやつですわ、ガハハ。さあ、サローっと。あ、武器はかすいわね。ただ弾がうまい。やっぱ高額なのか、交換通の弾は。タルコフ同様クソ高いわね。5.45×39×1 スタック6万くらいかな。おう、カバンにはろくなもん入ってなかったからみんなのおこぼれもらおうっと。ってなんか来たー。タイミングが絶妙だな。よし、ナイスカバー。ラス1は？日寄ってこないパターンか。もしくは階段から回ってきてるか。とりあえずとどめだけ入れますか。オッケー、私も回復しよっかな。ジップ見てなくて大丈夫か。一人で見てたところで一発でも弾がかすれば行くんでね。それもそうか。マジで怖い。ここにあるすべての高額ルートを失うのが。すでに5人分の死体あるもんな。あれ？やっぱ来なそう。ジップに乗り遅れた上逃走したとなれば相当な戦犯だぞ敵。野良だとそんな奴ばっかよ。階段注意ね、私ジップずっと見てるから。うん、根元にはいないわね。じゃあ、あさっても大丈夫かな。いやあ、うまいー。見た目だけで高いってわかる装備してんな。フルカスタムアサルト2本ってこいつすでにこのマッチで人殺してるわね。その勢いのまま来た感じか。おかげで楽に枯れたわい。一応スキルで索敵。何これ、近くにいる敵の数と装備がわかる銀髪マスクちゃんのスキルよ。強いなそや。やっぱり反応なしと。さてこっちは、いやあ。50口径アサルトライフルじゃん。50万はくだらないっすよこれ。50万ってどんなもん。私の防具込みのフルセットくらい。だっか。ちょっと今回は貢献度がガチで低いので味方に譲るわ。ここはわきまえてるんだ。じゃあありがたくヘルメットはもらうわね。さて、アサリを得たのでそろそろ脱出しますか。2ミニット。時間制限のある脱出なのか。よくわからんけどついていくわ。オッケー、仰せのままに。出た、オーバーロード。足早。I got one smoke. Two smoke, I need. スモークで突っ切る気か。いいでしょう、乗った。Can you out? あれ？私？もう一人の味方だろ。あ、よかったわ。いや、スモーク投げないんかい。トラックで車線切れるからな。まあ、スモーク持ってるのは彼だけなんでタイミングは任せるわ。あ、ミスってる。まあ、この距離だし一個でもいけんでしょ。よし、レッツゴー。うん？何撃ってるの？敵いるのかまさか。脱出直前のはしゃぎじゃなくて？グレランまで撃ってるが。おい、今一瞬見えたぞ。うわ、マジでいるんかい。こんなとこで死にたくない。あ、倒してる。味方強。自分ちょっとあさってもいいすか。おい、何やってんだ。へ、あさるため脱出範囲外に出ただけだが。お前一人で取り残されちまったんだぞ。へ、この危険地帯に？私一人で？
あ、誰もいない。おいー、物資に目がくらんでバカになってんじゃねえか。いやでも脱出口はまだあるはず。ほらこの緑の位置でレバー上げればまた脱出口が開くっぽいわ。よしじゃあゆっくり漁ろうっと。おい絶対やばいって。デカバック嬉しい。ふう、満足したんでそろそろレバー上げに行きますか。もう残り時間7分じゃん。あれちょっと待って。どうした？ミニマップにモザイクがかかってレバーの位置確認できなくなったんだけど。ほんとだミニマップ消えてんな。やばいやばい私レバーの位置なんて知らないわよ。どうすんだ。やばいどこだレバー。どこ？どこだー。あ、あったあった。時間大丈夫かよ。大丈夫だって、まさか欲張った結果時間切れで死ぬなんてダサい真似私がするわけないでしょ。今のところその兆ししかないがな。え、ちょっと待って出口開いてないんですけど、これまさかもう一つのレバーも下ろさないといけない感じ。やばい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 。本当に帰れない洗脳行になってきたぞ。レバーどこだ？ここ？どこだー。やばいって。ようやく見つけた。なんとか間に合いそうか。絶対に間に合ってみせる。よし急ぐわよ。はぁ？はぁ、あ、ダメだこれ。カウントが終わらないと脱出できない。残り制限時間は2分。じゃあもう脱出できないじゃん。いや諦めるな。まだどこかに脱出できる場所があった。ここだ。お、あるんだ。はぁ、はぁ、あれ？どうした？これバックパック捨てないと出れないやつじゃん。あ、いやでもこれさ、脱出する瞬間にバックパック拾えばワンチャン。あ、ダメだクソ。ダイスが作ってたらワンチャンあったな。そんなー、私の戦利品がー。二頭獲物は一頭も譲ってな。もう欲張りはこりごりだよー。